どうもアイトです。遊戯のフェス現が始まりましたね。遊戯はイメージ通り、破壊式できましたね。遊戯は攻撃力が非常に高く、陰気寄りのステータスですね。陰光1600。陰光は超フェス現キャラの、クロヨウムと同じ数値ですね。スペカ構成は全タンタン。攻撃前スペカ効果は、1枚目と2枚目がクリティカル命中を、3段階アップ。ラスはで陰光、陽光、クリティカル攻撃を3段階アップ。破壊式なだけあってフランと、同様に、命中率は他のキャラよりも、低そうな感じですね。イベントストーリーで遊戯の、スペカを見てみよう。弾幕構成をじっくり見たい人は一時停止しながら確認してください。3ブースト目で命中が、60% まで低下。クリティカル率も 15% まで、低下。散歩必殺と同様に怪力乱心も、似たような感じだね。クリティカル率は0ブーストの、段階で 30% と、一番高く。ブーストするごとに威力は上がるが、命中とクリティカル率が、下がっていくね。ついでにスペルカードの演出を、見ておこう。おそらくラストワードも命中率は低めな感じがするね。命中率の低さは絵札で補うか。スイカの100万キヤコウの効果などで命中率を上げる必要があるね。スイカのスペカで遊戯の命中を上げるなら速力には注意しておきたい。遊戯のスペカを1ターンずらせば問題ないが、100万キヤコウで命中を上げて、同じターンに遊戯のスペカを使う場合は、スイカの速力を絵札で上げるなどの調整が必要。ただし、遊戯のスキルにチャージ付与があれば、遊戯の行動はスイカよりも後になるのでこの問題は解決される。はい、先ほどの速力に関する問題は解決だね。スキル、星グマ杯にチャージ付与があるので、スイカの100万キヤコウで、命中を上げてから遊戯の、攻撃につながります。やはり遊戯は、スイカと組ませることを想定した性能だと、思います。遊戯のスキルでは陰光を、上げることはできませんが、スイカがいることで遊戯の陰光を、上げることができます。画像右下の能力に、注目。スイカの密度を操る程度の能力は、グレイズ使用時に味方全体の陰光を1段階アップ。つまり、遊戯のラスワとスキル、スイカの能力、グレイズ3回分で、遊戯は陽光が7段階、陰光が6段階まで上がるはず。ただし、私はまだ遊戯を引けていないので、検証はできていません。遊戯を引くかどうかは自己責任で、お願いします。それでは遊戯ガチャを引きます。とりあえず今回は10連だけ引きます。お、これはもしかすると。キャラ一体。
模倣か。これで2突。すり抜けか。石と再戦に余裕がないので、残りはデイリー分で引いていこうかな。遊戯は破壊式ということで、ソロでの運用は難しそうだけど、スイカや他のキャラの支援があれば、コウマ島などで活躍しそうですね。スイカと非常に相性が、良い性能なので、メイド衣装のことも考えると、スイカはイベント後半で復刻しそうな予感。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。